日本関東地方千葉県市川市、市川南市川南は、千葉県市川市にある町名。現行行政地名は、市川南1町目から市川南5町目郵便番号は272-0033。市川市北部に位置する。江戸川に沿った地域で、地域の北端を JR 総武線が通る。市川駅周辺は、 高層マンションが建設されるなど、再開発が行われている。1丁目に近接して JR 総武線市川駅。2丁目に、京葉ガス本社。3丁目に、市川南3郵便局。東京東信用金庫市川南支店。4丁目には、市川南3.4丁を目地ち会館がある。東は日田、西は江戸川を挟んで、東京都江戸川区東小岩。 南は、大須、江戸川区北市の崎、北は、市川と接している。住宅地の地下は、2021年2月1日に、公表された、工事地下によれば、市川南4の10の2の地点で26万8000円枚メートルとなっている。旧市川町の南部であることから。市川の由来は、はっきりしていないが、有利季節として、 地域の西を流れる江戸川が当時東北一の川で、あったことから一の川がなまったとする説、江戸川の河岸に定期的に川船が集まり、市が開かれていたことに由来するという説がある。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。愛 リンクタウン市川ザタワーズイーストハット AB 町長別人口市川市2017年11月6日閲覧 AB 郵便番号日本郵便2017年11月6日閲覧市外局番の一覧総務省2017年5月29日閲覧小中学校の通学区域市川市 2017年11月6日閲覧。ありがとうございます。